特殊用途自動車。特殊用途自動車とは、道路運送車両法及びそれに付随する通達により、定められた法令上の自動車の区分の一種で、定められた特ネな用途に応じた設備を有する実車のことを言う。車両に対して付与されるナンバープレートの車種を表す数字、分類番号というが8で始まることから、一般に8ナンバー車とも呼称される。 使用目的や車体の形状が特殊で特別な用途に使われる。日本では下記の分類がなされる。特殊自動車と区分する必要があるときは特殊イコール特種自動車、特殊イコール特こと自動車などと呼び分けられることがある。例えば、クレーン用台車にクレーンが乗っている車は特殊用途自動車3から3なので8ナンバーとなり、大型免許等で運転が可能であるが、 ホイールクレーンは特殊自動車の例示、1位に該当するのでナンバーとなり運転には大型特殊免許1種または2種がまた作業の際にはそれぞれの重機にあった特別教育や技能講習の終了作業主任者資格などが必要となる国土交通省の自動車の用途等の区分について異名通達1960年自動車 交通局長通達の一部改正、2001年4月6日付、自動車交通局長通達による区分。道路交通法第39条に、緊急自動車、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものを言う。とある。当該政令が、道路交通法施行令。 救急車、消防車は届け出。それ以外は使用する者の,の申請に基づき、公安委員会が指定した者。もっぱら緊急のように供するための自動車。緊急自動車の指定。届け出をされ、かつ、適合する設備を持つ者。13社体系上法令等で特定した事業を遂行するための自動車。13社体系上必ず、準拠法令がある。特ダネな目的に、 もっぱら使用するための蒸気以外の自動車。特ダネな物品を運搬するための特殊な物品積載設備を有する自動車で車体の形状が次に掲げる自動車。15車体形状。患者、車椅子利用者等を輸送するための特殊な乗車設備を有する自動車で車体の形状が次に掲げる自動車。に車体形状。 特ダネな作業を行うための特殊な設備を有する、自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車。32、車体形状、キャンプまたは宣伝活動を行うための特殊な設備を有する、自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車。3、車体形状特殊用途自動車。8ナンバーの運転には、乗車定員数、車両総重量、最大積載量に応じ、普通免許。 準中型免許、中型免許、大型免許のいずれかが必要である。クレーンなどの特殊な設備などの運転や操作に別の資格が必要なものもある。なお、特殊自動車として登録されるもの、Q ナンバー、0ナンバーを運転する際は、大型特殊免許が必要要件となる。1995年に改造自動車の届出が緩和されたことを受けて、 1990年代後半から特殊用途自動車の保険料や自動車税が安いことを狙い、キャンピングカーや放送宣伝車、事務室車として8ナンバー登録をした後、設備を外して走行する違法な行為が多発した。一部では堂々と改造代行を行うカーショップも出現したほか、改造に適さないスポーツカータイプの乗用車を放送宣伝車や 事務室社に改造して8ナンバーを取得するという事態も発生した。それを裏付けるように、この3車種の登録台数を見ると、1991年から2000年の間にと激増し、特に事務室社が100倍以上の伸びを示しているのが目につく。こうした行為を防ぐため、国土交通省は2001年から特殊用途自動車の規制強化を実施、構造要件を厳格化した。 なおキャンピングカーについては2003年から新しい規制を適用した。ワンボックス車やオフロード4輪駆動車、SUV では乗用車登録の3.5ナンバーだけでなく、毎年車検を受けなければならない貨物自動車、版登録の1.4ナンバー車が車検期間を2年に延長出るメリットを理由に多数実施していたこと等からキャンピングカーへの改造が目立っていたが、 新規制では構造要件が厳しくなったことにより、キャンピングカーへの改造登録が安易にできなくなった。特に、調理設備前のフロアには160センチメートル以上の高さの空間が求められるようになったことにより、以前は対応可能であったステーションワゴンではかなりの対応改造が必要となる。これにより、規制後に市販されている新車のキャンピングカーはトラックベース化。 バスベースのものが多い。なお登録変更しない場合は、旧基準対応のキャンピングキットを装着しても問題はない。登録後や継続検査を受けた後、日常の使用時にスピーカーや放送機材を外す車が多かったため、車体の外にスピーカーを露出させること、演説用の舞台、固定型演壇を備えること、車内から放送する空間、放送室が規定された。 乗用車やスポーツ車による違法8ナンバー化の温床となっていたので、出入り口、通路、事務室、または教室用の空間に関する規定を設け、乗車用の座席を事務用スペースとして流用できないようにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。